どうも、イリです。ということで本日は YouTube で130万回再生以上された、もう超バズりにバズったどうもりのホラー島に遊びに来ました。ということで今回はこのホラー島を探索してみたいと思います。それじゃあやっていきましょう。というわけで早速案内所のところまで来たんですが、ちょっと見てこれ。もう怖いって。なんなのこの顔。いやなんか海外ってこういうのあるよね。なんか暗闇の中に顔だけポツンと映ってるみたいなの結構あると思うんだけど。そして今回ですね、僕も今回の動画、ホラーテイストなので、ホラー仕様のね、浴衣を着てきました。これでも多分女性用なんだよな、これ。ということでじゃあ行きましょうか。誰かの手帳。いやもう早速血とかあるよ。こっちは何？なんて書いてあんだこれ。なんか書いてあんねん。血で何かが書かれた紙。もうすでに結構不気味だけど、左側から見てみるか。お、これ、誰？ちょっと待って。めっちゃ血の足跡ついてるって。この先に何かあんな。お、この人誰？あら、あなた、どなた？夢の中でも知らない人が出てくるのね。え、ちょっとま、怪しくないこの人。大丈夫、この足跡のめっちゃ近くにいたけど。とりあえず下側とか行ってみるか。うわー、なんだ？ウォッチアウト。気をつけて。気をつけてっていう風に書いてあんね。なんかでも下のエリアはこれ墓地って感じかな。金のバラとかめっちゃ咲いてて。うわ、血だまり。巨大な血だまり。とりあえずじゃあ左側の方からどんどん攻めていこうか。ここにも墓地アウト。あ、これも墓地アウトって書いてあるのか。気をつけて。ここでもなんか図書館的なトロフィーとかも飾ってある。どっかの館とかの中なんかな、ここは。うわうわ、あ、いや。学校か？これロッカーだよね。あ、海外のさ、学校、ちょっと待って、めっちゃ怖い人いる。怖い怖い、どんどん近づいてきてるって。怖いよ、何？埴輪？あら、もしかしてお客様ですか？ちょっと寝起きのぼんやりした頭で何もおもてなしできませんが、ぜひ楽しんでってくださいね。埴輪。ギャップありすぎない？見た目と言動の。ね、海外ってこういう感じのロッカーだよね、なんかね。日本じゃあんまり見ない感じ。そして、ここが教室かな？あ、ちょっと待って。怖い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 。見える？この絵。人っぽいよね。いや、だいぶなんか闇が深いよね、この学校。どんな生徒が通ってたんだろう。てか何があったんだ？なんか海外ってこう、勝手なイメージだけど結構、スクール内で起こった銃乱射事件とかさ、なんか結構そういうのいっぱいあるじゃん。だからもしかしたらここに座ってた生徒が、なんかそういうの引き起こしたりとかっていう感じなのかな。鳴り響くメトロノーム。怖い。さあ、じゃあこの部屋を後にして。次は右側の部屋行ってみようか。ここは、うわぁ、美術室的な感じかな。あ、ウォッチアウトここにも書いてあるけど。いや、何があったの？椅子とかもかなり乱れてる感じあるけど。そして出たよ、またこの絵。これ何なの？これ誰これ？怖すぎない？ちょっと。こんな怖い絵描いてる授業なのに、黒板はめっちゃ数学的。いや、なんかこの謎がどんどん解明されていったら面白いんだけどね。さあ、どんどん上行ってみようか。次は、ここは？あ、講義室的な感じかな。講義、あ、待って、見て見て見て。さっきいたよね、この住民。え、本当にこんな住民がいるの？ってことは、他、この二人もいるのかな？この包帯ぐるぐる巻きになってる子。本当に？え、本当にこんな子いんのか？あ、待って、よく見たら、床に人体模型足す、ポンプ、イコール、住民。何のメッセージだこれは。一体どんなメッセージなんだ。いやでもね、このところどころにやっぱウォッチアウト気をつけてっていうのがあるんだよね。なんかびっくりする要素だけは、ちょ、勘弁してほしいね。そういうの苦手。あ、こういうのもあるよね。なんか、勝手に動くみたいなさ、こういうのが。ね。座っちゃう。絶対ダメ。こういうところにある椅子、絶対座っちゃダメ。あ、待って。いるよ、住人が。こんにちは。あ、いた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 。これ馬の人だ。シュバルツ。なんだおめえ、新参者か。まあ遠慮せずに、ゆっくりしていってくれよ。できません。こんな島できません、ゆっくり。新参者ってどういうこと？え、なんかもしかしてこの村に来る人を全員殺してるみたいな。新参者は立たれる。そしてここは、図書館？この、うわー、見て！魔法陣がある。なんかね、日本だとあんまこういう魔法陣の儀式みたいのって文化的にないよね。でも海外は意外とこういうのが主流だったりすんのかな。いやー、もしかしたらこの魔法陣によって召喚された幽霊がどっかにいたりするかもな。ということで、左側は以上かな。怖い。この住民めっちゃ怖い。今のところ一番怖いね。じゃあ次右側行ってみようか。真ん中じゃなくて。あ、見て。手形があって、マンホールに血が繋がってる。うわぁ、このマンホールの下に逃げ込んだんかな、誰か。あ、えぐい。えぐい。完全に頭いかれちゃってんじゃん。でもすごいね。血とさ、こう、兜置いとくだけで、まるで首切られた人みたいに見えるんだね。誰かいるぞ、また。顔パックしてる人いない？顔パックしてる。すごい。この人なんか、黒い、なんか修道院の女の人とかこんな感じだよね。
Do you remember? 覚えていますか？怖い。なんかこの村であった出来事を覚えてますかみたいな。これ家の中の作り込みとかはどうなんだろうな。あ、すごい。作られてる家の中も。あ、いた、そして。包帯ぐるぐる巻きの人いたわ。ラッキー。絶対ラッキーじゃないだろう。僕の部屋、みんなから落ち着くって言われるんだ。君はどう思う？らしいよ。いや、これ落ち着くの絶対にお化けだけなんだよな。その人間サイドは絶対に落ち着かないのよ。お化けサイドだけだから、それ。すごいね。こんなこともできるのか。そう。あ、でも結構住宅街エリアって感じなのかな。まあ、学校があって家があるってことだから、まあ普通に街だよね。あ、井戸ある。あ、だからさ、わかった。あの絵の正体は人間足す井戸ポンプ使うとお化けになるっていう意味なんかな。あ、やべ、使っちゃった大丈夫？いや、なんかそんなような気がしてきたな。さ、ここの家は。めっちゃビーチ。アマミン、外の状況理解してるのかな。家の中の世界だって気づいてないかも。左側行ったらこれは、お家があるね。うわ、人形。イタリアの人形とかね。ちょっと文字に起こすと若干怖いイメージとかも湧いちゃうよね。そしてここも、なんか儀式行ってたんかな。水晶玉とか、タロットカードとかあって、その前に井戸。あ、またポンプあるよ。ポンプあるって。やっぱ全部にポンプがあるんだよな。この家怖そう。大丈夫かな？お、すごい。え、何この家？おや？あんたもかい？なんだか今日は来るやつみんな。どっか。ふわふわしてんだよね。お疲れ。どういうこと、フリル。ふわふわってどういうこと？ちょっと宙に浮いてるってことか。微妙に、ドラえもんみたいに実はちょっとだけ宙に浮いてるみたいな、そういうこと？でもなんかこの家、めっちゃセンスいいね。かわいいの。じゃあ、この真ん中の右側。いや、至るところに生首がたくさん置いてあるんだよな。これ電気ついてない家は入れないのか？遊びに行ってるよーじゃないのよ、ロデオ。このタイミングで絶対外出るな。行けないところもちょっとあるみたいですね。このさ、ドクロなんか怖いんだよね。音が出てるんだよ、こっから。お、そして、広場的なところに出てきた。噴水とかがあって。あ、見て、この足跡が、この噴水のところまで来て、なくなってるね。うわぁ、またあのイラストあるよ。こいつなんじゃないの？だから召喚されたの。あ、すごい。え、めっちゃ本格的なお墓あるよ。え、何あれ？何あれ？ちょっと待ってね。すごいね。こんなにリアルなお墓があるんだ。そういえば、この男の人に話しかけてなかったよね。1724年、ステーション。あ、この方がノーアンさん、作者の方ですね。1724周年の駅ってことか。ちょっと僕英語ができなくて。I can hear someone below. 下で誰かの声が聞こえる。怖いって。墓のところにスコップ刺さってて。生きてんじゃないの？この墓の下にいる人。生き埋めとか。めっちゃ怖いな、それ。そして、この下、なんかね、広場っぽいのがあるんだけど、入れなそうだよね。檻があって、入れないな。どっかから行けたりしないか？あ、こっちも行き止まりだ。奥の海側は行けないみたいだね。ということは、あ、この満月まだ行ってないか。これ何なの？すごくない？うわ、儀式だ！ちょっと待って、逃げろ、逃げろ！大丈夫これ。なんかもう、召喚成功してない？異星人みたいな。あ、なんか家がある。魔女の家か、これ。うわ。怖いぞ。結構作り込みがされてる。え、なんだ？なんか、ドレスコードがいっぱい飾ってある。あ、これあれか。さっきの住民がつけてた頭のやつと、ドレスコードもこんな感じの色だったっけ？そして、奥の部屋は、行き止まりになってて入れないね。だけど、うわぁ、2階と地下があるね。2階から行ってみるか。え？怖い怖い。待って、なんでこんな真っ暗？え？めっちゃ怖いんだけど、何？なんでこんな真っ暗なの？なんもない。え、やばい、鳥肌やばいんだけど。待って、助けて。でもなんもない、この空間には。怖え！めっちゃ怖い、何これ？ちょ、逃げる逃げる逃げる。え、あんなにさ、部屋の中真っ暗にすることとかもできるんだ。うわぁ、これ地下行くの怖いな。いや、もう行くか。行くしかない。あ、同じだ。ここも真っ暗。部屋の間取りもさっきと変わらないかな。え、なんでこんなに暗いの？ちょっと怖いよね。ここだけ若干照らされてる感じも。一階の光が若干入ってきてるのかな。いや、怖っ。いや、もう出よう。この家から。逃げよう。よかったね。家主留守にしてて。そして、じゃあ、いよいよ、残すところ、あとは、この上だね。真ん中中央の上側登ったところ。なんか、お屋敷なのかな？ちょっとこう、立派な感じするよね。金のバラとかさ、この階段とか。あ、でも、あるのは、博物館か。博物館の中ってさすがに内装いじれないよね、多分。そうだよね。めっちゃ博物館。よかったよかったよかった。おー、そしたら、待てよ。見逃しがないか、ちょっともう一回しっかりね、見ていきたいと思います。あ、やっぱりそうだ。ほら、青いドレスにこの黒い布みたいなの。この人のお家だったんかな？だからやっぱ魔女だ、この人。あ、
まだまだあるじゃん。そういえば、こっち行ってないよね。案内その左側、足跡の奥。うわ、なんかちょっと怖いぞ、雰囲気。骸骨が飾られてて、竹みたいなのが流れて、うわ、なんかすごい家がたどり着いた。なんじゃこりゃ。ウェルカムって書いてある。え、すごい。うわ、怖っ、ちょっと待って。怖い怖い怖い。見た今の。裏にさ、なんか隠れてる。嫌です。お墓行ってこんなのいたら、もう二度と来れなくなっちゃう。ここラストなんかありそうだね。この島の謎がちょっとでも解明されるかもしれない。行ってみようか。うわ、トントンって、トントンってやった。律儀。うわ。さあ、骸骨がたくさん飾られてて、ちょっとでもサイバーパンクチックな感じでもあるよね。ここなんだろう？椅子なのかな、これ。あ、かっこいい。ちょっとかっこいいな。黄金の玉座。誰が座ってたんだろう、ここに。そして、この床の血がさ、多分右側の部屋から、こう、ツーって伝ってきてて、手形がある。ただね、右の部屋は行けなくなってるね。うわ、左は行ける。ちょっと待ってよ。そして2階と地下もある。だから、じゃあ先左の部屋行ってみようか。レッツゴー。お、なんか、手紙が置いてある。見ることはできないか。うわ、びっくりしたびっくりした。この絵さ、至るところにあるのよ。大量の本が置いてあって。うわ、でもこのメモ用紙多分結構重要なこと書いてあるんだろうな、きっと。見れないけど。あ、でもよく見たらここにさ、金の延べ棒とか積んであったりして、まあ、床とかもなんか結構お金かかってそうだよね。だいぶ金持ちが住んでんな、ここの家。さあ、じゃあ2階行きましょうか。うわ、びっくりした。びっくりした。怖っ。え、あのさ、これあれじゃん。あの、ネットフリックスで見れるさ、あの、コンジアムっていうホラー映画あるんだけど、あの女の人がさ、ってなるやつ。知ってる？これ。みんなコンジアムって検索してみて。その顔とそっくりだ。怖いよ。びっくりするよ、これは。真っ暗な中にポツンと一個だけ顔がある。いや、これ大丈夫？ちょっと待って、地下大丈夫？じゃあ行きますよ。地下。レッツゴー。あ、なんだ？こっちはちゃんと部屋が作り込まれてる。うわ、監禁部屋だな、これ。しかも待って、骨？骨あるけど。あ、またポンプがある。そして、あ、ここで実験をしてたのか。そういうこと？なんか繋がってきたわ。多分住民をここに監禁して、この謎のポンプから汲み上げた水を飲ませてんのかな。そうすることで、住民をゾンビにすることができるみたいな。ほら、ハムスターとかでも多分実験してたんだよ、これ。この街闇深すぎる。やばいね。あれは何？なんか謎の生命体生まれてない？世界地図がある。世界を侵食しようとしてる？あ、だからそういうことか。あれロケットなのか。ウイルスだ。だゾンビウイルスみたいなのを世界にばらまこうとしてるわ、多分。止めないと。一刻も早く。そしてまだそれに気づいてない住民もいたもんな。いやー、恐ろしいものを見た。ということで、いかがでしたでしょうか？おそらくとんでもなく闇を抱えたホラー島だったということが分かりました。ということで、皆様もね、ぜひこちら遊んでみたいという方、概要欄に夢番地のコードと制作者様の YouTube の URL 貼ってありますので、ぜひそちらも見に行ってみてください。そして現在、皆様が作った島で、ぜひ遊びに来てもいいよっていう方がいましたら、YouTube のコメントだったり、Twitter の DM だったりで夢番地など送っていただけたら、僕またね、見に行きたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、ここまでご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画も見て、また次回の動画も見て。